はいえー、皆様こんばんはですねもう18時の時間になりましたのでこんばんはの時間です最後まで本当に残っていただいてありがとうございますえー、今日朝からイグナイト始まっていますでずっと私もキーノートから見てきてここまで多分残っていくの大変だったかもしれませんけど今日はこれで最後のセッションですでこのセッションは30分間になりますので ぜひ最後まで聞いていっていただけたらと思います。そしてオンラインの皆様もぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。で最後なのでもう私の方のセッションはなるべくデモを中心にこうちょっと皆さん肩の力を抜いて気楽に聞いていただけたらと思います。もしかしたらちょっと時間オーバーするかもしれないですけども <laughs> はい進めていきたいと思います。じゃあはい、えー、今日は Azure と AI がもたらす開発者エクスペリエンスの向上 題しましたけども基本的にその下の副題プラットフォームエンジニアリングそして開発ツール周りの話をです、ね、デモを中心に進めていこうかなと思います改めましてマイクロソフトの井上明と申しますよろしくお願いいたしますでこちらの方のスライドも今日のキーノートもそうですしイグナイト本家の方のセッションスコットガスリーのセッションとかを見られた方はこのスライドよく見ていると思います 思い起こすマイクロソフトって1975年創業です。で皆様のなイメージの中においては Windows の会社であったり、まあ、当時はでも MSDOS とか、ね、そういう DOS ていう言われるオペレーティングシステムの、知らない人も多いかもしれませんけどそういう時代があったりも、あとはオフィスみたいなイメージ持たれている方も多いと思いますけどやっぱりその中においてもマイクロソフトはいつもやはりデベロッパーの皆様に対してさまざまなツールであったりソリューションであったりサービスであったり。 いいいいいろろろなところを提供させててただいている形ですねでこんな中でマイクロソフトデベロッパーなんか昔弊社のお偉い人がデベロッパーデベロッパーデベロッパーって3回叫んでたような人もいました、まあ、大事なので3回叫んでたんだと思うんですけどそれぐらいやはり開発者の皆様といったところを中心に置いてさまざま開発など製品開発などを行っていますでここで言っているデベロッパーというのはもちろんプロデベロッパーの方々もいれば今でいうローコードシチズンデベロッパーの方々ももちろん広く 講義の意味でののでデベロッパーの方々とといったところです、ね、で今日は私のセッション、このデベロッパーのセッションです、30分です。で、えー、と30分なので、もうデモ行きたいんですね、こんな能書き立ててる場合ではなくて、まずこのデモをします、AzureDeveloperCLI、AZD というコマンド、そして AZD に紐づくテンプレートギャラリー、そしてビジュアルスタジオ、そして、もうみな見飽きちゃったかもしれませんけど、GitHub コパイロット。 こちらの方のちょっとデモをさーっと一通り流していきたいと思いますね。はい、なんか懐かしいデスクトップですけど、ちょっと綺麗な感じですね。はい、ぜひこれダウンロードできるので使ってみてくださいね。いい感じですよね。で、まずは今日ここからいきます。azd というコマンドがあります。cli のツールがあります。で、azd のコマンドを通してテンプレート化されたアプリケーションのソースコードと それをデプロイしていくための IAC インフラストラクチャーアズコードのテンプレートといったものを一通りダウンロードしてコマンドで簡単にアプリケーションをビルドして Azure 上にデプロイすることができます AZD それ用のさまざまなテンプレートといったものがこのギャラ,リライブラリの中に今も公開されているんですね。で例えばじゃあこの中で今日はマイクロソフトが出しているもので、まあ、.net 周り見ていきましょうか。 するといくつか9個テンプレートが上がっているというのが出てきました今日はこの最初のちょうど出てきた ChatGPT エンタープライズデータウィズアジュールオープン AI& コグニティブサーチ今 AI サーチって言いうとこですね AzureAI サーチって名前変わりましたけどコグニティブサーチを使ったこれ一種のラグのアーキテクチャの下でアプリケーションをデプロイできるサンプルのアプリケーションのコードとインフラのテンプレートが含まれている。 ものですそれのベースとなる今リポジトリの方を表示してますけども、まあ、アーキテクチャの図ありますよね「ふむふむこんな感じかと」とじゃあちょっとこのテンプレートを使ってアプリケーションまずベースとなるひな型を作ってみましょうとしましょうでこちらの方でもやり方いくつかのコマンドラインのこうサンプルコードといったところも出ていますね「azd」というコマンドを打って「イニット」これでまず自分の手元にこのテンプレートがプロジェクトとしてダウンロードされていきます。 じゃコマンドラインの方で今の a z とイニット Azure Search OpenAI でも C シャープというものを打ってみましょうすると先ほどのリポジトリから自動的にクローンをしてきてでまず私のローカルの環境にソースコードがすべて落ちてくる形です少し時間かかりますけどもあプロジェクトの名前入れますね、えー、とデモイグナイトイグナイトああ2023ああ20と。 入れましたで、これでもうローカルに落ちてきてます、l s 打ってみましょう、入ってきましたねで、ここからデプロイするんですけども、ちょっとデプロイはやはりデモの中で時間がかかるので、あらかじめ同じソースコード、こちらのほうに置いてあります、でクリアとして、ちょっと見やすくして、上のほうに、AZD のコマンドの中でアップと打つと、このアプリケーションが含まれている、テンプレートの中に含まれている IAC のコードをもとに、Azure 側にデプロイがされていきます。 でもうすでにこちらの方もデプロイをしていますので AZG、シ、え、ョー、A z G、というコマンドを打つことでこのデプロイした情報各種、Azure 上にデプロイされている例えばポータルのエンドポイント URL だったりアプリケーションそのもののエンドポイントだったり URL といったものが見て取れますじゃあこのアプリケーションどういうものかといったところをちょっと見ていきましょうかと Azure 上で動いている先ほどサンプルのコードでラグのアーキテクチャをもとに作られている。 アプリケーションでチャット GPT 動きていますまずドキュメントとしてこの中においては Azure のブロブストレージの中に各種 PDF のファイルが入っているわけですねこれに対して検索をかけてチャット g p t に気球その時のプロンポトに与える情報といったものをやはり取得をしてプロンポトに与えてその結果を表示するこういうチャットで表示するといったものですで、まあ、この辺りは皆さんもよく見慣れているところだと思いますけども今問い合わせをして結果が返ってきました 今日ははこの話はもうしません多分皆さんもう、AIAI、コ募パイロット、オープン AI とかお腹いっぱいな部分あると思うので、ここはぜひ興味のある方は、こういったサンプルコードが AZD のライブラリーから落とせるといったところ、ぜひ見ておいてくださいで。こういったアプリケーションが先ほどの AZD のコマンドを通して動きますこれはじゃあ、Azure のポータル上ではどういうふうにリソースがデプロイされているか。 ポータルのリンクを今をクリックしました Azure 上のリポジトリ。Azure 上のサービスとしてリソースグループがあってで、この中で一通り先ほどのテンプレートをベースとして、こんだけ数いろいろなものが Azure 上にリソースデプロイされているんですね。これで構成がされています。でもコマンドで簡単にここまで作れるので、ぜひまず皆様が始めるプロジェクトのひな形となるものとして、ぜひこういったものを参考にしてください。で余談ですけども Azure のポータルにもコパイロットが来てるんですね。ポチッとここにもコパイロットかと。まあ、今日ちょっとこれもデモはあまりしませんけどちゃんとヘロうと多分帰ってくる。ちょっとねやっぱりレスポンスまだまだちょっと時間かかるのでちょっとデモにするにはなかなか時間がかかってしまうので今日はここまでにしますけどもぜひこの辺りも皆さん使えるようになったらいろいろ使ってみてください。で先ほどの、えー、とコマンドの方に戻ってもう一つ AZD の中で モニターというコマンドがありますモニターと打つと何が出てくるか Azure 上にデプロイされたアプリケーション App Insights が有効化されていますそれのダッシュボードが表示されるんですねクラウドネイティブなアプリケーションを作るにあたってこういったところの可観測性であったりしたところこういったところでどういうふうにモニタリングをしていくかこういったところもやはり非常に重要な要素になりますこういった中で App Insights を組み込んでこのアプリケーションの状況といったところをテレメトリの情報を各種ダッシュボードとして見ること こここままででも実装すすることができますこういった中で例えば分散トレーシングとしてどういう形でこのサービスが呼,び呼ばれているのかなとこういったところの情報も Azure のポータル上で見ていくことができます。Azure モニターアップインサイツこういったところの機能を使う。こういったところは一通り AZD のコマンドの中で実装されている形になりますね。では先ほど落としてきたアプリケーションのソースコードを 今日はビジュアルスタジオを使って少しコーディングをしていいいきたいと思います、えー、とコパイロット GitHub コパイロットとかを使っているデモですと結構 VS コードを使っているケース多いと思いますけどエンタープライズの中で皆さん開発されている方々はまだまだやはり VS ビジュアルスタジオ2022を使いの方も多くいらっしゃるでしょうそういった時にももちろんコパイロットを使えます。 コパイロットチャットも使いますチャットのウィンドウとして拡張機能がちゃんと用意がされているので同じようにして皆様がこのコパイロットに質問をしていくことができるんですねじゃあここで少し質問をしていきたいと思います今このスラッシュを打つとショートカットのコマンドよく使えそうなものっていうのは一覧で出すことができますじゃあ今日はここで「ドク」「ドキュメント」「コメント」をつけたいとしましょうここで「シャープ」を打つと「ハッシュ」の キーとして、いろんなプロジェクトの中のソースコードを直接指定をすることができるんですね。で、ここでは一番上に出てくる。今ちょうど開いているプログラムドット cs に対してコメントをつけると、このチャット gpt のチャットとして github copilot のチャットにお願いをしていきたいと思います。すると、今こちらのエディターで開いているプログラムドット cs に対して github copilot がコメントを提案をしてくれる形に、ね。 えと少し待たされますかねでこのコメント、やはりいろんな形で皆さんよく使うようなこうスラッシュコマンド、ユージングスラッシュコマンドであったりシャープといったところであったりあとは今、私、チャットウィンドウの中で実施をしていますけどもエディター上でインラインでいろいろ聞いていくようなこともできるようになります。はい、今、コメントの提案が出てきましたねで。これをこのウィンドウではなくてソースコード上でプレビューすると、こういったリフの形でもちゃんと見ていくことができます。ふうむむと コメント良さすぎだなと思ったらこのまま承諾をしていくことでソースコードの方に反映がされていくこういった使い方もまずあると思いますでさらにじゃあソースコードもう一ついきましょうこちら Web API を実装しているコードですでここを見ていくと今日一つデモのためにまだ未実装な NotImplementedException が飛ぶ未実装なメソッド Web API を用意していますでここで get.NET ランタイムバージョンランタイムバージョンを 取得すするための API をコメントだけまだ書いてある状況ですねここでエンターを押すともちろんここは GitHub コーパイロットがちゃんと次の行を提案をしてきてでさらにここで少しコーディングをしていくとさらに提案をしてくるのでもうこれで .net のランタイムバージョンを返すメソッドが書けました、まあ、このような形で、えー、とこれは、えー、とコメントアウトしておきましょうか最後のところはねこれで一通り書けた形になりますこれで少しじゃあ 実行していきましょう。デバッグなしで実行していきます。すると先ほどと同じ、先ほど Azure 上で動いていたアプリケーションをと同じものが今ローカルの私の環境で開いていきます。ローカルのブラウザ上で来ましたね。えー、完全に今ローカルホストこちらの方でローカルホストで私の環境で動いて先ほどと同じアプリケーションが起動しました。でここからじゃあ今 API を実装したので API のテストをします。 VS に戻りましょう、まあ皆さん API のテストをするにあたってサードパーティー製の各種ツールなどを使うケース多いと思いますけど今ビジュアルスタジオではエンドポイントエクスプローラーと呼ばれるこちらですねこういった機能がビジュアルスタジオの中に実装されてきていますなのでこれを使うことで、えー、と拡大しましょうかこのプロジェクトの中で実装されている API のエンドポイント一覧を自動的に表示をしますここで例えば 今ランタイムバージョンって API を実装したのでこれをテストしましょうと要求の生成と押すとこういった .http と呼ばれるファイルが生成されますでここでじゃあ要求の送信ポチッと押すと帰ってきましたねあよかったちゃんと先ほどコパイロットで実装したものが 200OK.NET8.NET8、OK、で動いているアプリケーションといったものが WebAPI としてテストができてい ここういったところもビジュアルスタジオも細かいところですけれどもアップデートが加わってきている形になります。じゃあこれをソースコードとりあえず API 動いているので、えー、リポジトリ Git のリポジションまずローカル環境にコミットしていきましょう。えー、add new, new API と でこれでコミットをしてきて私のローカルのリポジトリにまずコミットしますこれは今すでに GitHub 上にリモートリポジトリも置いていますのでこのままリモートリポジトリ側に進行していってプッシュをしていきたいと思いますこれで、えー、と行きましたねではこれで私のじゃあリモート側の GitHub のリポジトリの方を見ていきたいと思います こアジュール・サーチ・オープン AI ・デモ・ C シャープといわれる先ほどちょうどいじってたものここに対して今ソースコードを送りましたで今作業用のブランチフィーチャー・イグナイト -1 というブランチで動いていてそこに対してコードをプッシュしましたプルリク作りますかってボタンが出てきますよねここでプルリクエストをポチッと押していきましょうするとメインブランチに対して今修正したものをマージするためのレビューのプロセスが動き始め アドニュー API で今ここでプルリクエストのコメントのテンプレートが事前にここのプロジェクトの中に入っているので必要なところを例えばポチポチと書いていってフィーチャーなのでフィーチャーとこうやって書いていってまあここでプルリクを生成するわけですねただ今今日もキーノートでスコットが GitHub のスコットが少しデモをしてましたけど GitHub i パイロットエンタープライズというプランの中においては皆さんこれからこういった ドットコーパイロットのアイコンいろんなところに出てくるんですね。ここでポチッと押すとサマリーをこのプルリクエストのサマリーをポチッと作ってくれたりもします。で今ね、一生懸命作ってくれてますね。こういった事前にテンプレート用意しておいてそれを開発者の人たちが埋めていくってパターンはよくやられると思いますけど合わせてこれからこういった GitHub コパイロットも GitHub.com 上で使っていくことができます。こういったもの例えば一番トップのにもありますね こういったところを通していろいろな形で GitHub コーパイロットの力を借りていって今コメント出来上がりましたねレビュー見ておきましょうかこんな感じでちゃんとコーパイロットがこの修正プルリクエストを作るにあたってのこういったドキュメントといったものを書いてくれますなのでここでじゃあもうプルリクを作っていきましょうプルリクを作りましたするとこのプルリクがと作られたことをトリガーにして今安全に メインブランチにマージできるかといったところとチェックと同時に CRC シシのワークフロー GitHub アクションズのワークフローが今自動的に動いていてビルドしてテスト始まっているといったところが確認できるかと思いますでここにも GitHub コパイロットのアイコンが出てきたりするんですね、まあ、こういった形でいろいろ AI の力を使いながら皆さんの開発ワークフローといったものもより効率化をしていくことができるかと思いますでさらにここ実はセキュリティに1ってついているんですねこのプロジェクトあらららと。 シークレットスキャンディン,ン,ングアラート GitHub のこういったシークレットスキャンディングだったり DependerBot といえば依存関係をチェックする機能でこういったところが自動的に動いていって私のソースコードの中に何,何かこうシークレットといったもソースコードが直接埋め込まれているよってもうワーニングが出てくるんですねこれは Azure のストレージのアカウントキーが実を言うとソースコードの中にベタ書きされていましたなのでこれもワーニングが出てきます おこれはこれこれ実,実を言うと、私がデバッグのときにちょっと試しにブログストレージにアクセスするために書いたことはそのまま忘れて残っていたので、こういったワーニングが出てきている形ですね。よりセキュアに皆様のソースコードをリポジトリ、リモートのリポジトリに置いていく中に置いても、こういったところの機能もぜひ有効にしてください、ここにもコパイロットいるんですね、いろんなところにコパイロット出てきますね、エクスプレイン、これを説明しろまあこういったところも使えるようになっている形です。 はい、こういったワークフローをぜひ皆さんで使っていただいていろいろな形で開発に生かしていっていただけるとと思います。さあこれで少しスライドの方に戻ってきて今この4枚のネタを一通り10分もう10分かかってません、ね、10分ちょっとのデモでご覧いただいた形です。でこういった形で皆さんがアプリケーションを作っていく中においてやっぱり生成 AI をどのように皆さんのプロジェクトを システムににかかししていか非常に大事なところでしょうそういった中においてアジュールのさまざまな AI のサービス群インフラもそうですし AI プラットフォームデータプラットフォームアッププラットフォームそれを支えるインフラこういった中をやはりアジュールでぜひ構築をしていくそれに加えてデベロッパーツールですねビジュアルスタジオであったり GitHub だったりあとはパワープラットフォームこういったところも生かして皆様がさまざまな形で生成 AI をベースとしたソリューションの構築といったものを行っていただけるかと思います。 We have an exciting future ahead このスライドも今回のイグナイトのスコットガスリーだったかなのスライドの中で出てきました We は皆さんです開発者の方々ですエンジニアの方々ですこれ訳すとあなたたちは私たちをワクワクする未来が待っていると AI でいろいろ楽しいですよねでも本当にそうですかと大阪の人だと突っ込みそうですよね本当かワクワクする未来来るのか 実際今、ソフトウェア開発って非常に複雑化しているのは実際なところです。クラウドネイティブ、クラウドネイティブ、こういったキーワードの中でいろいろな形でいろんなサービスやいろんなエコシステムだったり、ツールだったりいろいろ組み合わせていかないといけない考えないといけない要素もたくさんありますよねさらにそういった開発をするにあたって一人でもちろん開発しているケースが少なくなってきているでしょういろいろな方々やはりコミュニケーションをしながら円滑に開発を進めていかないといけない。 さらにはセキュリティの部分ですよね脆弱性がありました皆さんが使っている OSS のライブラリだったりとかに脆弱性がありましたそれをクラウド上に載せていくわけですよねやりいち早くそういったところは対処していかないといけないこういったソフトウェア開発と呼ばれるものも今はやはりクラウドを前提としてもうデバッグの段階から開発の段階からクラウドを前提とした開発といったものを行っていかないといけないんですね。 例えば新しいメンバーがプロジェクトに参加をしたとしましょうその人がちょうど会社に、まあ、入社した方でもいいでしょう入社をしてでじゃあその人がプロジェクトに入るまでの道筋これ一つ一つ説明しませんけども大体いろんなパターンがあると思いますけど PC を用意して OS セットアップして開発ツールセットアップしてとかでネットワークのこう環境を作ったりとかあと実際作業にするにあたってのソースコードへのリポジトリのアクセス権を得たりとか。 で実際の私が開発する際のツールであったり SDK であったりセットアップしたりといろんなプロセスがあって新しい人がオンボードするにも非常に今時間がかかる状況です開発チームの生産性に影響を与える課題オンボーディングの複雑さ例えばこれ一つの例ですけども2021年の開発者の最初の PR プルリクエスト最初にプルリクエストを出すまでの中央値は30日平均値は30日1か月かかってる。 もっと早くせっかくオンボードして入ってきてくれたのだもっと早くプロジェクトに参画をしてやっぱりコードを書いていてほしですよね開発者としてもやっぱもっとコー,ドにコーディングに集中したい開発早く始めたいそういうのもあると思いますよね。 そういった中で1人の開発者の人たちが1つのプロジェクトだけでなくて複数プロジェクトを持つってケースもあると思いますしいろいろなクラウドツールであったりサービス群そういった中においていろんな開発環境といったものを作っていかないといけないそういった中でやはり開発環境がより複雑になってくるやはりそういった中においては開発環境であったりインフラの環境もそうです標準化をしていくそういったところを考えていくお客様も多くいらっしゃると思います。 あとはやはりこのコロナ禍を境に一気にリモートハイブリッドこういったところのチーム構成って増えましたよね。まあ、やはりあのコロナ禍が一旦落ち着いた上でオフィスに戻るっていう傾向もあるとは思いますけどとはいえ開発者の人たちどこでもとりあえずネット環境とツールがあれば開発できますそういった中のハイブリッド環境での開発でよりどういうふうに生産性を上げていくか環境を作っていくかこういったところも大事な要素になりますね。 そういった中で今日、一つ皆さんに言葉としてお持ち帰りいただきたいところプラットフォームエンジニアリングという言葉があります。これは今に始まった言葉ではないですけどもやはり皆様がアプリケーションを開発するにあたって一つ押さえておきたい要素といったものが今マイクロソフトのドキュメントの中においても今このプラットフォームエンジニアリングというキーワードで一つ体系だったドキュメントが出来上がってきています。ちょっとこれ日日本本語語翻翻訳訳。しますね。に翻訳 今精度も上がりましたねまだ日本語の翻訳ドキュメントないんですけども、まあ、自動翻訳でもう比較的読める行動にはなってくるかと思います。プラットフォームエンジニアリングは DevOps やったり DevSecOps こういったところをもとに築かれた一つのプラクティスになります。でここ書いてあるとフレークを開発者エクスペリエンスとセルフサービスを向上セルフサービスを向上して開発チームのかつセキュリティーやコンプライアンスそういったところをしっかり守りながら ビジネス実現までの時間リードタイムをより向上させる DevOps、DevSecOps その次に来る一つのプラクティスとしてぜひ皆さんこの辺りは一度あのドキュメントの方なども参照していただけたらと思いますでこのプラットフォームエンジニアリングこれよくまあ昔からこう DevOps みたいな言葉が出てくる中でこの無限大の こういった中においてやはりこのプラットフォームエンジニアリングという観点でまず開発者がいち早く開発に携わるスタートできるようにちゃんとテンプレートを用意してテンプレートも例えばアプリケーションだけじゃなくてインフラのところも含めたテンプレート化をしていっていち早く開発者の人たちが開発に携われるようにしようかつそういった中で今度は「ステイ・ライト・ガイダンス」って書かれて「ガバナンス」って書かれてるそうですね。 合わせて運用管理側からしてもコンプライアンスにちゃんと準拠した形で環境を使っていただきたいやっぱりそういったところがあると思いますしっかりそういったセキュリティの観点などを守った上でこういった開発環境開発プロセスをしっかり効率化をしていこうといったところこういったところは非常に重要な概念として書かれているものになります。でもう一つ今日は押さえておきたいところ皆様の開発プロセスの中でさまざまな繰り返しのループがあるんですね。 大きくよく言うのはインナーループそしてアウターループという言葉が出てきますまずインナーループは皆様の手元の開発環境でコーディングをしてデバッグをしてテストをしてビルドしてテストをして自分の開発環境で繰り返し開発作業を行っていますこれをインナーループと言います である程度まあソースコードが出来上がりましたそうするとリモートのリポジトリ側にプッシュをしていってプルリクエスト先ほどデモでご覧いただいた通りプルリクエストを出してレビューのプロセスを走りますレビューの際においても自動的にテストしてちゃんとそれがビルドできて安全にマージできるかといったところの小さいプルリクエストのループなどが走るわけですねでプルリクエストもマージこれはこのソースコード品質あんまり良くないよってなったらもし場合によってはリジェクトクローズっていう流れもありますし これマージできるなって判断されたらメインブランチなどにマージがされて次の CI などのビルドが走って実際に Azure などの環境にデプロイされてテストがされてまあステージングの環境などにも動テストがデプロイされて問題なければ本番環境に動くでさらに下のほう大事なところデブオプションの世界でよく言うとフィードバックフィードバックループこういったところの大きいデブオプションサイクルの中ではやっぱりループがあるわけですねこういったループを数多く皆さんが開発プロセスの中で実践しているわけです でこういったループ一つ一つをより高速に回していくことそれがやはりアジャイルの世界そして DevOps、DevSecOps ついては先ほどのプラットフォームエンジニアリングの中においてこういった一つ一つのループもより高速化していくってことが非常に重要ですその中においては GitHub であったりとか Azure であったりとか Visual Studio こういったツール群をぜひ皆様の環境の中で生かしていただきたいといったところがありますでこの中で 今日は残りの時間を少しでもまたしていきたいと思いますデ DevBox と呼ばれるまず開発環境を開発エンジニアに対していち早く提供するサービスとして DevBox といったものが出てきます。これはクラウドをベース,ベースとした Windows の一種の仮想デスクトップ環境です。ただ普通の VM だったり AVD とは違っていて事前に用意された例えば SDK やツール群事前に用意したイメージをベースにして開発者がオンデマンドで 環境を作っていくことができる場合によっては開発者が作る際に自分がいつも必要な使っているツールをコンフィグ,あのコンフィグレーションをもとにしてこちらに書いてあるコンフィグアズコード今、エニシングアズコード何でもコードになっていますけどコンフィグアズコードという観点で開発者が自らコード化されたコンフィグレーションを事前にセットアップのときに指定するようなこともできるんですねこういったところもアップデートが走っています。でもう一つ 開発をしてアプリケーションを開発をしてじゃあそれを Azure 上にデプロイをしましょうデプロイする際に使えるのが今度デプロイメントエンバイロメントと呼ばれる環境になりますこれは開発者がセルフサービスで Azure の環境を作ることができるものになりますこの辺ももうちょっと時間もだんだん押し,おし迫ってきたのでデモをしていきたいと思いますまず今ご紹介したデブボックスとデプロイメントエンバイロメント開発者が使う際に使うのがこの開発者ポータルというものになります こちらの方で例えばじゃあ自分が新しい開発環境を作りたいなデブの環境を作りたいな自分が所属しているプロジェクトを選んでいってそこで構成されている必要な SDK などが構成されているこういった開発ボックスを選んでいってここで作成をプチッと押すと。 事前にいろいろなツールが構成された Windows のデスクトップ環境が出来上がるわけですね。これ作ってるとちょっと時間もないので、ね、すでに作っているものがあります。こちらの方に私の一つ作っているものがあって、これをじゃあアクセスしていきましょう。リモートデスクトップアクセスでブラウザー内で開いていくこともできるし、リモートデスクトップのクライアントで開いていくこともできます クライアントで開いてみましょうかね。こちらの方がリモートデスクトップのクライアントにすでに設定を読み込んでいます。今、ダブルクリックをして、リモートデスクトップの環境にアクセスをしていって、私のデブボックスの環境に今入った形ですね。こちらデブボックスと書いてありますね。デブボックス。このような形で開発者が開発をしていくことができる。合わせて、えっ、ー、と、ここの、この環境は一旦もう閉じてしまいましょう。先ほどのポータルの方に戻りますね。 合わせてデプロイメントエンバイロメントといったものも下の方にいくつかもう作ってあるものがありますけれどもこちらの方も開発者がじゃあ自分の環境を Azure 上でテストしたいそういったときの例えばテスト環境を同じようにプロジェクトを選んでいって種類デブの環境として事前に定義された IAC のコードがここでカタログ化テンプレート化されているんですね。 これを選ぶことで例えば今日サンドボックスでリ,リソースグループだけをちょっと作ってみましょうか。で今必要な有効期限を設定していついつまでに使えますいついつには自動削除をしますこういった設定も今できるようにもなってきています。これでポチッと作成を押すと私が必要としている Azure のリソースがテンプレートをベースにして今作成が始まっている形になります。実際に今作られているもの、のファンンクションズで、この デプロイメントエンバイロメントで作ったファンクションズのリソースグループを今表示をしましたけどもこういったものが事前に用意されたテンプレートの下で作られる形ですね。でこのテンプレートは GitHub であったり Azure DevOps のリポジトリの中で IAC のコード ARM のテンプレートとしてですね事前に用意をしておくことでそれを管理者側がちゃんと紐付けをして開発者にこの環境は この開発者に対してこのプロジェクトに対してこの環境を提供していこうこういったところを事前に構成をしておくことでいち早く開発者の人たちが開発作業に移れるこういったところの環境づくりといったところが行えるものになります今 d ジュールデ m e n メントエンバイ n m メントの方はプラットフォームこちらの方で少し説明をするとまずプラットフォームエンジニアこれ先ほどのドキュメントにも書かれてるんですねプラットフォームエンジニアリングのドキュメントの中にも書かれていますけどもこういったプラットフォーム開発者に 提供するる環境を作っっっててていいくく専任のの人であたたり組織といったもも今置くケースも増えてきている状況ですこういった人たちが環境カタログとして IAC のコードを事前に構成をしてかつそこに対して開発者に許可する Azure のサブスクリプションだったり ID の管理だったりこういったところをしっかり事前に構成をしておいて環境を作っていく。 で開発者は先ほどご覧いただいたようなポータルから自分が必要な環境をポチポチポチと作ることでわざわざこういう自分が作りたい環境を事前に用意したいんだけどもサブスクリプションが別で管理されていますなのでその管理者に対して作ってくださいと申請をしてそれを払い出されるまで23日かかるそこまで待ってられないですよねいち早くアジュール上でデバッグしたいんでやっぱりこういったときにおいてはポチポチとセルフサービスオンデマンドでポータルから作れるって非常に大事な要素です。 合わせてこの機能は CICD のパイプラインの中でも自動的に組み込んで自動化をすることもできます。プラットフォームエンジニアリングを加速するサービス群とツール群皆さんがこういったプランデベロップデリバーオペレートこういったよくある開発のサイクルの中において いろいろな機能が皆様が活用できるいろいろな機能が Azure GitHub そして Visual Studio を中心とした開発ツールの中でいろいろ活用いただけるものが用意されていますこういったものをぜひ皆様のプラットフォームエンジニアリングの中で活かしていただけたらと思いますマイクロソフトにはデベロッパーディビジョン DevDiv って通称言ってますけども開発ツール開発プラットフォームを専門とすして開発する組織があります そこのビジョンとして、あらゆるデバイスから貢献し、あらゆるプラットフォーム向けに構成し、誰とでも容易にコラボレーションし、無限に拡張できる完全なエンジニアリングシステムを数秒でセットアップできるんでこういったビジョンを今掲げているんですね。こういったビジョンの下でマイクロソフトは色々な開発プラットフォームを皆様にいち早く提供できるような形で準備を日々進めている形になります。 The future always starts with developers 未来はいつも開発者の人たちから始まるぜひ皆さんと一緒にもっとわくわくする未来 AI 生成 AI を中心としたこれからの時代においてわくわくする未来を作っていっていただけたらなと思います。はいえー、ということでマイクロソフト井上明でしたセッションは以上になります。ありがとうございました